こんにちは。今回からちょっとストーリー進めようと思ったんですけども、いくつか気になる場所があるので、そこを先に回っていこうかなと思います。で、まあ、こういう、なんだろう、いけない、完全にいけないところはしょうがないんですけど、まず外周、こう真ん中、なんだろう、内陸、なんていうのかな、内海付近は回ったんですけど、この外、あ、結構来たな、外の方回れてないんで、ちょっとだけぐるりしようかなと思ってます。だいたい RPG だとこういう外って地図の、なんだろう、端っことかにすごい強い敵が出てきたりとか、ここも島だね。今まで出てきた敵がみんな出てくる島だとか、なんかそういうのがあるじゃないですか。ここがそうかな、もしかしたら。もっと端っこのイメージだけど、これ角っこ？地図の角っこ。ちょっと何か見つけられたらなって思うんだけど、意外とないのかな？もう端っこだしな。こういうイメージ、この端っことかのイメージなんかあるんなら。ないか。ないな。もうちょい、うろうろしてみましょうかね、じゃあ。お、なんか島見つけました、また。家もある、家もある。ここちょっと入れそうじゃない？上の方だ、今度は。おー。ここにちょっと入ってみよう。おっとっとっと、どこ行く、どこ行く。よいしょ。さて。一軒家か。まあ、普通の家ですかね。また、なんだろう、猫だけとかだったらどうしよう。あれ？あれ、ちょっと待ってあれ、見たことある待って、これかなり後の世界だよな。まだ生きてるとかありえるんかな。ここの途中掘っていたら光る石を見つけてね。その光に手をかざすと骨が透けて見えるんだよ。不思議だろ？何言ってるんだ。おい、ギリアムだろ？あれ、名前合ってるっけ？掘るキャラとかいないからな。これ見つけられないだろ。で、君。ランクじゃん。結構気に入ってた。おいらたちに見覚えあるって？何かの間違いだろ？だっておいらあんたらのこと知らねえもん。まさかすぎる。完全にあれだ。サービス部屋だ、これ。びっくりした。島来てよかった。冷たい。苔臭いね。本物かな？生きてる。どうなってんだろう。湿ってる。なんで？なんで湿ってんの？なんだなんだなんだ。なんでだろう。マニーロ寝てたんかな。どういうこと？これだけか。他のキャラもどっかいたりすんのかな。どうなんだろう。この二人だけ？完全にサービスウェアでした、ここ。まさかだなぁ。光る石。絶対ダメじゃない？撤退した方が。これだってやばくないか？ちょっと一回、
死んじゃうかな。どうしよう。なんかない。なんかない。動きを封じる。なし割り。引くかな。狙う。あ、技調べました、そういえば。狙うは、一発で仕留められたりとか、時々するらしい。どうしよう、リンク。千切り。ポイズンブレス。やばいやばいやばい。あ、倒したよ。13,050? お金もすごくない？なんだこれ。いや、そりゃレベル上がるだろう。釣りもできる。待って待って、でもここ危ないんじゃない？もしかしてもしかしてこれ危ないんじゃないか。待って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 、ちょっと待って、ちょっと直すだろ。釣りをしたい。でも待って、これは謎の島釣り。宝もある、宝箱もある。待って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 、落ち着け。ミミズがある。釣りをしよう。釣りはするが、ミミズじゃダメか。ミミズじゃダメですか。無視ですか、ミミズ。あ、食べた。猫またぎ。あ、ダメか。猫またぎ難しいな。いけそうでいけない。いけそうで、いや、それよりもなんかここの周辺のモンスター絶対ヤバい気がする。長いは無用だ。いや、すごい稼げたね。しかも一発で倒れたんだな。なんで、絶対強いと思うんだけど。見た目がやばかった、まず。見た目がやばかった。あいつ食わないかなぁ。あ、食べた。あ、全然こっち来ない。ダメだー。全然ダメだ。釣れません。光る玉。怖い。出よう、もうダメだ、やっぱダメだ、怖い怖い怖い。出ましょう出ましょう。リンリン。やばい、ここは。脱出しよう。あー、冷や汗半端ね。あ、ここ燃えた家だ。屋根吹っ飛んだ家だ。あー。でもこれで大体こっちの端っこ見たら、周り回ったんだよね。そんなにないのかな。ちょっとあと飛んでみないと。やっぱり、わかんない。ほら、端っこも来ちゃったから。あと誰か飛べるようになってから。どうせニーナ飛べるだろう。飛べるようになってから。見てみよう。いやー、怖かったー。で、そうそう、あともう一個。ここ、ここ。どうやら、やっぱり、ね、滝に何かあるらしいんですよ。滝に何かあるらしい。でも前見た時もさ、入れないんだよね。なんかあるらしいよ。待って。待って、ここ段差登れるんか。お前どういうことだよ。ちっちゃい段差登れるんだ。から行けないしな。わ、どうしよう。上から、ここは登れない。ここも登れない。どこなら登れるんだ、お前は。あ、ここ行けるんだ。上から行くとか。これ下に行きます。あ、入れた。行けたー。行けました行けました。宝
だった。しかもなんか足が見える誰かいる、誰かいる。え、あ、そういえばさ、昔さ、洞窟になんだっけ、アズサだっけ、ハンターみたいのいたよね。あれはもしかしたら共同体にいてくれる人なのかもしんない。忘れてた、すっかり。どこにいたんだっけあの人。サークレット、サークレットは女性ものっぽいか。頭かな。あ、受けそう。上がる。よし、サークレット賢さ上がるから確実にニーナ向けな気もしなくもない。よし、神風玉なんだ、なんていうか滝の部屋か。神風玉戦闘中に使う。あー、戦闘中系ね。了解。で、お前が来るのをずっと待っていた。よくぞ来た、竜よ。あ、竜に関係する人。まあまあ、なんでこんな偏僻な場所で待っていたかという問題は置いといて。本当だよ、わかんないよこんな場所わかんないよ。だから地図にも、滝と重なって点見えなかったんかな。ちょっともう一回地図見てみよう。お前に渡すものがある。骨。なんだ、やれやれ、これで肩の荷が降りたってもんじゃん。ん？わしが軽いって？いいじゃろ、たまには軽い老人がおっても。え、なになに、わしは誰でしょう。ヒント、わしは龍拳人。龍拳人、あれ、なんかもうわしは誰でしょうクイズしか言わなくなってしまった。なんか覚えたのかこれは。じゃあまさか、龍、あ、覚えてるね、マジかよ覚えてるね。ファイヤードラゴン、アイスドラゴン、サンダードラゴンえ、待って、こんな分かりにくいの今回。待って待って、これだ、パピーのもう一個上のやつだ。ちょっと待って、これ絶対これ分かんないじゃん。え、待って、もう一回地図見させて。滝のちっちゃい、でも光ってんのさ、やっぱ山猫レストランしか光ってないよねこれ。そうだよね。こんな隠し、隠しなんだろう、隠しじいさん部屋なんてわかんねえよわかんねえよ、マジか。そっか、なんかもう竜の信仰心が薄れてしまってるし、竜の像もあんなだもんね。竜の神殿みたいなのが残ってるわけではないんだ今回は。あんな、あんなの私もう気づける自信がない。結構細かく見るタイプだけど、マジかよ。はい、でこれがちょっとまあ一個教えてもらったやつでした。でまだ気になるところあるんで、ちょっとそこを回っていこうと思います。そういえばこのあれだわ、天の塔、これさ、思い出して前作に出てたやつですよね。これこれもなんだろう、イベントで行くんだか、そのフリーダンジョン見たくなってて適当に行っていいのかどっちなんだろうなって感じなんですけど、もうちょっとなんか仲間集まったりとかしてここ行かなそうだなって思ったら入ってみようかな。ちょっと道すぎて今ちょっとこの状態だと行く勇気ないから、そうしようかなって思ってます。で、あと気になってたのが、その前やってた時も気になってたんだけど、ガンツ、ガンツのこの島、ほら点が2つ見えるんですよ。左上、ここから左上のところはガンツでしょ。で、この真上ぐらいになんか光ってて、こ
これちょっと入ってみようかなって。でも何にもさ見た感じないんだよね。ほら特になくない？あ、入れた。びっくりした木に入れた木ってこと？どういうこと？木だ。あーでも特に何も起きないか。これはあれか？草の人仲間にしたらなんか話せるとかそんな感じなのかな。そうかもしんない。ちょっと今のところ何にも起きないですね。叩けません。ダメだね。じゃあちょっと草の人仲間にしたら寄ってみようと思います。で、あともう一箇所気になってるのが、なんだっけ、名前忘れた。あ、忘れてない。ババデル。ババデルのいた森のその左横も光ってるんですよ。あそこなんか行けない気もするんだけど、森で入れないから。あそこもちょっと行けるのかな、見に行ってみようかなって思って、もう気になるとこひたすら行くみたいな。どこだ、どっから行けるかな。あ、ここもちょっと入ってみる。マップ名だけ見よっか。なんか島のダンジョン、謎の、やっぱちょっと気になっちゃってちょっとチラ見しよう。あ、ここなんかマオリ山敵出るんだ。ここはなんかあれだな、ステイないといけなさそうな感じだね。また来るんだろうか。ステンが必要とか困るな使ってないからなっていう。そっか、一応ね、メンバー、こっからしか行けないか。パーティーメンバーの装備は音楽の国でちょっとだけ揃えたんですよね。まあだから揃えられるぐらいはうどうどしてたんだけど、じゃあちょっとあっち行ってみます。さて、ババデルの森の方に行きました。やっぱあれ木っぽいな、光ってるの。また木のあれかもしんない。でも行けなさそうだよな、上から。上からここ行けないよなあ。やっぱこっから行けないわ。あれな、また木に多分入れるんだ。そうっぽい。これもじゃあ草の人仲間入ってから来てみようと思います。はい。で、あとすいません、もう一箇所だけ。はい、あと最後にもう一箇所、この辺だ。プレイしてるとき全然気づかなかったんだけど、編集しててちょっとなんだっていうのがあって、どこだっけ、編集中ってめっちゃ画面見てるじゃないですかどこだっけ。あ、あれだあれだ、これこれ、見えます？ここのさ横のとこになんか砂漠の中に柄みたいなのがちょっと違うのがあるんですよ。ほらほらほら、結構わかるっちゃわかる。宝埋まってんじゃね？よし、見えない見えない。ここここここ埋まって、あ、入れた。なんだここ、ガーディアンがいる。リースの部屋来たマジそっか、リース確かに砂漠で寝てたもんな。ゲー、マジか、ちょっと分かりにくいぞこれも。ガーディアンだこれ。ティースはどこかへ出かけてらっしゃいます。今いないってこと？会えないのかー。
どこにいるんだろう。どっかにいるんだ、じゃあ。今不在で、また何かイベントの時来たら帰ってきてるかもしれないよね。なんかリースの力が必要なイベントがあって、その時にまた来れば会えるかもしれない？そして仲間入るかもしれない？なんだこれ、汚ねえな、おい。汚ねえな、なんだこの瓶。なんだこの生活は。なんだこれ、何もないか。汚すぎるぞ、しかし。あ、ビ、あ、だって。ビ、あ、だって。やっぱ酒かの君は、絶好調になるんだ、ビ、あで。さすがだなぁ。いやそんなアイテムあるんか。いや、しかし飲みすぎだろ、リースさんは。ちょっとこれは。待っていい？ビルメダルか、ビルメダル。もう一周やりたい。ビルメダルのゲームやってみたい。リース様はほんとだらしないんだから。いや、ほんとよね。ほんとだらしないな、マジで。で、まずどこにいんだろうね。また会えるよね、きっと。懐かしい、こいつらも。いやー、リース、会いたい。早く仲間入んないかなー。楽しみすぎる。はい、というわけで気になるところは以上かな。はい。ので、ちょっとアイテム、ま、気持ち整理して、前回の続きである、おっしゃった。リーゼントたちのモンスターハンターのとこかな。あそこにまず向かってあるの実を取ってこようと思います。さて、ハンターたちのところにやってきました。入ろう。ウパルパのためにまたリーゼントか。ウパルパ一匹一万銭で売ってたってこと？あれ、鍵かかってる。夜入れない。マジかよ。そんな、マジかよ。お休みしよう。こんな、よし、お邪魔しまーす。あれ、誰もいないじゃん。鍵かかってたんだけど。あれ、なんだこれ。誰かの日記のようだ。竜は日記を開いた。勝手に読んだな。どうやらモンスターハンターの人気のよ、人気じゃないや、モンスターハンター人気だけど。日記のようだ。日記にはこう書いてある。今日すべての謎が解けた。あるの花の香りとともに聞こえてきた僧者の声。その声に誘われたものがどうなったのか。すべてこいつが仕掛けた罠だったのだ。この日記を読んでいる人よ、森に近づくな。少女の歌声が聞こえたら耳を塞いで遠くに逃げるんだ。さもないと俺たちのように。日記はここで途切れている。これ書いた人どうなったの？書く余裕あったんか。俺たちって言ってたから。え、じゃあここのさ、リーゼントたちみんなやられちゃったってこと？その、少女に？そういうことか。え、でも、行くよな。とりあえず行ってみようぞ。逆に。何か起きるぞ。戦いそう。大丈夫か。よし。行くぞ。聞こえてくる。今日もまた。どこで歌ってんだろう。悲しい瞳の男が一人。
だ？迷い込む森の奥。いる。あ、でもあれ、あるのみできてる。あら、応答を聞きに来てくれたのね。嬉しい。早くね？早くね？ちっちゃ。そうそう、めっちゃちっちゃ。なに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 、どうしたどうした、なんだなんだなんだ。どういうこと？待って、下半身ごつすぎませんか？なんだなんだ、アルジョーノン、ダエルニ、スイキ、やだな、この3体いる感じ。どうしよっかな。これどうしよう、待って、あ、とりあえずあれだ、竜が覚えたから、ファイヤードラゴンとかやってみよう。これやってみます。タペタが、全体する、月々、全体、ボッシュ、アルジャーノ？リンプーもアルジャーノ？多分さ、これ、アルジャーノ倒さなきゃどうにも終わんないよね、絶対。いけ。アクリフだって。回復とかしてくるんだ。バル全体じゃない、これ。あ、辛い、辛い、辛い、普通に辛い。普通に辛い。そう、向こうの攻撃早いね。うわ、怖い顔。いけ、ファイアドラゴン。こんな感じ。うわー、すごいじゃん、すごいじゃん。ハッピーと全然違う。すごい、強い、倒した。チキチキ見なかったー。すーげー。じゃあ、あといけるかな、普通に戦って。回復をしよう。リリフでいい？タペタ。千切り。すごい強かった、竜変化。何の音？あ、引き返ってくるんだ、やっぱり。よくない、それは。それはじゃあ、タペタの全体攻撃でチクチクやる？あれじゃの、あれじゃの、でも結構さ、竜がダメージ与えてくれたかな。無理かな、バルはやばい。いや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 、いやー、きつい。全体回復欲しい。やばい、みんな磨いてくんね。必殺ナイス。これやばいな、回復追いつくか。ナイス、全体いいね。いいけど倒せないわ。どうしよう、回復もしなきゃ。月々、あ、ボッシュとリンプで回復する。アプリフ使っちゃおう。リンプー。まだみんな耐えられるかな？ 3 人いるんだよな、でも。回復のターンとか作ればいいか。千切りでアルジャーノね、いっちゃおう。うわ、うざい、アプリフうざい。アプリフうざい、バルだー、やばい。つらい。いやー、これつらい。ボッシュじゃ追いつけない、一人じゃ。うわー、怖い顔がね。まだか。おっ、そう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 、竜を戦ってもらおう。で、今の隙にみんな3人回復。元気玉使っちゃう。元気玉ペタ、ボッシュに、あ、結局100ポイントだから同じか、竜、うん。ボッシュ。回復。うわぁ、蘇ってくるよ、どんどん。ラプリフ。受け付く息。うわぁ、これ全体だ。うつらい、つらい。普通に、つらいんですけど、復活。よっしゃー、かわいい、タペタの。回復ポーズが。
めちゃくちゃ可愛い。よし、あと、みんなで戦って。いけるだろう、きっと。そんなに、きっと HP 高くないはず。いけ。おっしゃ！強い！あー。7920だって。7920ってなるとさ、ダンクとかいたしまのの経験値やばかったな。何だったんだろうね、マジで。怖すぎた。意地悪。うわうわ、あ、終わった。じゃあこれ持ってっていい？マルの実を見つけた、取りますか？はい。よし。これ全部取れるのかな？持ってっちゃっていいかな？はい。手に入れた。よし。かわいい、なんかあるの実の形。ちょっと美味しそうじゃない？よし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 。あるの実ゲットなんやぜー。とっておきかな？違うのか？普通のアイテムとしてあるんか。んーと？ルパルパの餌、どっかに1個ハマっちゃった。あ、ここにあった。せーと、5個あるよ。よし、じゃあここは一応これでいいのかな。謎の少女倒したし、一回回復しようかな。回復して、ここで休めたらいいのに。ベッドもなんもないからな。じゃあ一旦回復でどうしようかな。今日ルパルパどこまで行く？進もうと思ったけど長くなったらあれなんで、ちょっと話聞いて終わりにしよう。クジラの背中に乗るなんてなかなかできるもんじゃないよな。お前といなかったら絶対に経験できなかったよ。ボスマジでいいやつすぎる。それにしても草の人見せ物にすることはひどいですね。そうそう、ひどいひどい。わーい、クジラに乗って海外だ。海外行って海の向こうって意味だから、別に間違ってないよね。かわいい。クジラね。どうも海の上ってのは揺れるし気持ち悪くならねえか？え？ぐるぐる回って転がる方が気持ち悪いって？あ、そう。傷ついたぞ、これマジで。なんだ今。傷ついたぞ。オイラが手品やってる時に見せ物のテントに誘われて。マジかよ。そうもねえな。音楽の国へ行くって言ってたから断ったけどね。あー、ちゃんとここでヒントもくれるんだ。こうやって本当にあれだな、ちょっと進んで話聞いて回ろうかな。いいね。お、ヘンジュっていうのは草の人の老人のことよ。あの種族は年を取ると大きな木になっちゃうのね。そうなんだ。今んとこ見つけたのが2箇所と、あと、ゲート村のさ、森が枯れたじゃないですか。あそこに大きな木が1本残ったの、あったよね。あれで3つか。あー、じゃああれ全部草の人なんだ。楽しみーってところでさ、今日は終わりにしましょう。次回、草の人は多分助けられるとして、ウパルパの運命はいかにって感じなんですけど。あとあれだね、ウパルパに合いそうだから、めちゃくちゃ楽しみです。はい。では、ここで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。